こんにちは、ヤガミです。今日は7月の10日の月曜日です。納豆の日です。ということで移動になったんで Vlog やっていきたいと思います。今ちょうどなんかまたあのスコールみたいなすっげえ雨が降ってきた。俺大好きなんだよねこの感じ。これで車の中におらんかったらもう最悪だけど、車の中おるで無敵でしょう今。なのでこの無敵な状態でめちゃくちゃ雨降るの大好き。ということで今日はね、午前中と昼間に打ち合わせっていうか営業っていうか行ってきたんですけど、これまたさすごくてさ、まあ、雨もすごいんだけど、俺さこないださ銀行、星ヶ丘の銀行行った日だから、あれいつだっけな、月曜日か、こないだ先週の月曜日か、違うか、今週の月、今日って月曜日、なんかもうようわからんくなってきたでしょ。納豆の日の月曜日か。なんかさこの間さ星ヶ丘の銀行にさ、その今その融資のことでいろいろ話をしてるでしょ。で行ったわけで、その後に金曜日だ、この間の金曜日に行って、でその後にさ保健所の衛生講習っていうのがあったから、星ヶ丘から上前津に向かっとったわけだけどさ、ちょっと時間があるでしょ、あったわけで、矢後島通りかかったからさ、矢後島ってさ名古屋でさ、なんかバカみたいに、名古屋のバカみたいにでかい墓があるの。ほんとびっくりするよ、あの矢後島霊園つってさ、あの名古屋で一番でかい墓があるんだけど、もうそこ行ったらもう何ですかこれみたいなぐらい墓があるところがあるの、名古屋に。でそこにさ、うちの父方のなんか墓があるわけ、先祖代々みたいな。ほんでさ、なんか知らんけどさ、矢事を通りかかってさ、あちょっと時間あるなと思ってそこ行ったわけ、急に思い立って。で花買ってさ、お墓をやってさ、ほんでいやもうすぐ夏だねっつって独り言喋ってさ、あのアホみたいに広いんだけど誰もおらんの、そんな平日の昼間に行ってももう誰もおらん、このバカみたいに広い墓がもうあれ何万個どころじゃないでしょ多分、むちゃくちゃあるんだけど誰もいないので、まあさて花備えてさ、ちょっとタバコ吸ってさ、なんかぼーっと座っとったわけで、まあそれで帰って、その日はそのままその保険の講習に行ったんだけどさ、ほんならさ今日打ち合わせ行ったでしょ、今日の午後のさ打ち合わせがさ、その場所ここへ来てくださいって地図もらったらさ、某さでけえさ大学病院だったわけ。その大学病院に今行ってきたんだけどさ、まさかのそこさおじいちゃんに最後に会った場所なわけ。まあ要は亡くなっちゃった病院なわけ。のことあると思って、この間ついに思い立ってさ、じゃあつい思いつきで墓行って、思ったら今日行ったとこおじいちゃんが死んじゃった病院だったんだよ。これはなんかあるなと思って、そしたら今もうバカみたいに雨降ってきたでしょ、俺もなんかあるなと思って。何があるか知らんけど、まあなんかあるよねそういう、なんかさたまたまなんだけど、あなんかおじいちゃんに助けられとるわみたいな、なんか思うこと、なんかそんなようなね体験を今日はしてきまして、びっくりした、え、ここと思って、マジっすかと思って、ほんでちょっとさ近くに要はそのおじいちゃんとおばあちゃんが住んどった家があって、まあ俺の本籍地になってたところなんだけど、そこ行ったらさもうなかったその家、マンションに変わってた。まあ時代は変わるなとかって思ったけどね。まあそんな感じで、なんかちょっとそんな巡り合わせの中さあれなんだけど、これ何これ、すごい風もすごいんだけど、雨もすごいし雷もすごいし、なんか木がすっごい揺れてんだけど、これ大丈夫、これ木が倒れてきそうなぐらいの突風が吹いてます今。まあね、なんか天気もさ時代が変わったでしょ、これ台風じゃないでしょ別に、ただのなんか通り雨みたいな感じなのにこんな天気になるかって思い出したわ。もう一個あった、この間さ水漏れしたっつったでしょ店舗、ほんでなんかちょっとピアノが
濡れたとかさ、スピーカーが濡れたとか言ってたでしょ。次の日これもう一個の店舗も水漏れある。そんなこと、なんかさ、いやでも俺これ悪いことだけど、なんかのなんか、なんかのなんかって、なんかのさ、お示しなのか、なんか知らんけど、なんかあるような気がしとるでしょ、ずっと。そんなことあると思って。だから多分今日も今めちゃくちゃ雨降ってきたもんで、今から水が漏るわけですよ、絶対。そんなことあるかと思って。で、もう一個の店舗の方は、原因が上の店だもんで、雨が降ったって別に水漏れしてくることはないけど、もう一個の店舗はさ、もう1年ぐらい前から雨漏りしとるわけ。ほんで屋上の防水をやらんと絶対持ってくるわけ。俺なんかそういうのもあったもんで、前のオーナーはさ、もう修繕にめちゃくちゃ金かかるしよ。もう屋上の防水もやらなあかんし、なんか配管とかもボロボロだしって、もうボロビルだもんでさ、いろいろこう設備とか直していくとさ、ほんでなんかもうビルを壊すだどうの話になって、立ち退きどうのこうのつって、結構なんか弁護士まで用意してさ、話進めとったら途中で売り上がったわけ、そのビルの違うオーナーにね。なんじゃそれってなって、だけどその買ったオーナーはさ、それも分かっとって買っとるわけでしょ。それでも収益化できると思って、もう儲けるために買っとるわけでしょ。要は投資だよね。ビル買って4億か5億か知らんけど、それで買って、で修繕に1億かかって2億かかってってなっても、家賃収入とか何年で元が取れるもんで、はいやりましょうってやって儲けるためにやっとるでしょ。そしたらさ、結局その新しいところになってから、いや防水もやりますしつって、もう壊すのやめたんでつって、続けていくんで、これからも借り取ってください、もしくは出てってくださいみたいな話しとったんだけど、防水したって嘘言っとってさ、防水しとらんかったんだわ。でも、ね、完全に雨が降ると雨漏りしてくるわけで、俺今までも何回も雨漏りあったけど、ほんでなんかさ、いろいろ棚がなんかぐちゃぐちゃになっちゃったりとか、あの上の塗ってあるところがシミでなんか汚くなったりとか、あとケーブルとかスピーカーになんかかかったりとか、いろいろ今までも被害はあったんだけど、俺その被害の届き一回も出したことないんだわ。まあなんか古いビルだしすぐ対応してくれるって言うからみたいな感じで、いや出しとらんかったんだけど、もうさすがに1年ぐらい防水も何もやらずに嘘つかれとったっていうので、もう被害を出そうと思って、そっちも保険会社に話して今やっとんだけどさ、結局さ被害を出さんもんでさ、なんか何の弁償もしんでいいもんでさ、いやちょっとまだすぐにはできないもんでとかって防水工事を先延ばしにしたりとかさ、なんなら10年ぐらいやらんつもりでおったりとかするかもしれんでしょう。それは知らんけど、やるつもりなんかもしれんけど、だから被害出して、で雨漏るたびに被害をさずっと請求し続けるんだったらさ、いやこれ早くやらんとラチあかんわってなるよ普通。早くやろうってなるけど、うちが被害出さんもんでさ、もう別にいいやん、今度タイミングが合う時に直せばみたいになって今の状況になってんだなと思ったから、もうちょっとどっちの店舗も被害出そうと思って、だってもう実際被害受け取るもんでね、それを今まで黙ってきたけど、もうそんななんかさ自分たちの都合でさやられてもさ、それは金持ちの方が強いか知らんけど、そんな関係ないの。俺らさ我慢しとるもんでそこやらずに済んどるだけの話で、俺らが我慢せんかったら毎月毎月雨漏りするためにこれが壊れた、これが壊れた、ここが傷ついた、内装やらなあかんつって、本来なら言える権利があるもんでね、その被害受けた分に関してはね。だからちょっとそれやってこうと思って、それやっとらんもんでさ、来月やりますとかってやってるんだよね。その被害をうちが被ってるだけだもんでみたいな感じでさ、多分今日もこのむちゃくちゃ雨降ってきたもんで、もうこっち来たらなんかちょっと止んできたけど、多分今日も水が漏りますから、もうその辺の証拠写真とかもちゃんと撮って、ちょっと被害届を出していきたいと思います。まあそんな感じで、すっげえ巡り合わせでさ、なんかおじいちゃんに助けられてるような気がする的な話と、まさかの翌日にもう一店舗で水漏れがみたいな話でした。
そんな感じで最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。